君の境遇は全部自業自得だ。おい、どうして鍵を閉めるんだ。勤めていた店が規模縮小のため、私は真っ先に人員整理されてしまった。3ヶ月前事務所から契約を切られてしまった。七子、うちの娘と何してるんだ。これから写真を撮ってもらうんだよ。大丈夫ですか。俺はこれからどこに行けばいいんでしょう。ご自宅に帰ってください。家出たんですよ。はい。不器用な大人たちが集まるシェアハウス。美味しいです。美味しい。よかった。自然の中でゆっくり心を休める。時計の針が今重なって腹が立ったなら言ってよ。何がわかるって言うんですか。また思い出す。そのうち栄運が来るでね。今はちょっとついてないだけ。